亡命ジャリエル、中日に舐めた文句を垂らす。 MLB 公式サイト亡命ジャリエルの特集記事を掲載した。キューバが生んだ最高の若手先発投手の一人、日本の中日ドラゴンズで救援投手としてスターとなり、23年にドミニカ共和国での居住権を得て FA として公示されたと紹介。ロドリゲスは同サイトに、先発として投げることがずっと好きだった、リリーフじゃなくなっても何も思わない、日本ではベテランの投手がたくさんいたからやらざるを得なかった、先発として初回から投げるとアドレナリンが出る、それが大好きなんだと先発へのこだわりを語った。先発クソやから中継ぎに降格されたんやろ、舐めてるな。この時代中にドラ批判は挨拶代わりという風潮。いやいや、先発ダメでリリーフで開花したやん、ここだけは落合コーチの功績なのに。球種が少なくすぐイライラするから先発失格になったのに何言ってんだか。記憶喪失なのか売り込みのために自分を大きく見せてるのかどっちだ、少なくとも転校時は本人快諾だったはず。まあどれくらい通用するか見物。好きとできるは違うから。まあ先発としてはヘボかったよ、ライデルも先発としてはヘボかったけど、今やあれほどの投手になったわけだし、